目撃者があるということで30分だけしたいと思います。はんちゃん、そう、6月2日じゃ、間違えない、6月4日は昼にパジャマドライブで、夜が目撃者公演です。体力持つかな。今日は日焼け大丈夫だ。全然大丈夫でした。はんちゃん、目撃者アンダーで、そうなんですよ、6月2日ぜひ見てください。そう、昼夜です。やった。そうでね、今日はちょっと紹介したいね子たちがいるんですよ。あの今日は、ね、まずこの指輪でね、これはプッシュポンプっていう、なんかあの押したらプシュプシュするやつなんですけど、めっちゃ可愛くてちょっとやりましたね。あ、ピント合ったかな。これはなんかね、ほら引っ込めたり出てきたり、これおパンチウサギじゃないんですけど、そう、超可愛いんですね。こうやってピント合ってないか。あ、今合ってるんじゃない。もう、あ、手に合ってるか。ピント合えよ。まあこんな感じです。はんちゃん、目撃者ハッチアンダー当選するといいな。当選しますように。当選発表いつかな。ウィフィーリングね、私も欲しいんですね。さっき6月2日も、あ、そう、見た、ありがとうございます。27日富士五湖の生誕は入るけど、お昼のパズドラも2時で撮ってるから出るね。ありがとうございます。入るね、ありがとうございます。そう、残念ながら富士五湖の生誕には入らないんですよ明日。あ、うわ、明日緊張するね。申し込んだってありがとうございます。あとね、なんとなんと、お肉リングが見つかりました。やった。じゃあ皆さんに目撃者会えるの楽しみにしてます。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、待って、なんで、ちょっと待ってね、ごめん。よし、なんとね、お肉リングが見つかったんですよ。200円だったので結構ね、できました。これと、あとね、このベーコン、ベーコンと、もう一つ、あ、ちょっと待って、よし、ここだな、犯人あった。あれ、あ、これはガチャガチャのいっぱいあるところでやりました。まず
これがちょっとね、これでこうしてこうしたらついた。これね、ほらピントあった、あった、ピントあったよ。みんなほら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 、今チャンスよ。これの3つが出たんですけど、これはあの大きさも変えられるので、なんかこうしてね、こう開けたりできるので大きさ調整は可能ですね。なのでこうもしなここにつけたいなとか、あの親指につけたいなと思ったら広げてやってピッてやったらできるので、どこの指でもつけれます、これは。でこれは厚切りハムと焦がしベーコンと、これはなんだ、牛バラ、これは本当のお肉じゃなくてガチャガチャのお肉。そうで、私ねこのどれっけ、あ、そう、これとサーロインが欲しくて、これが、これとこれが欲しかったんですけど、よくこの3つが出て、この2つだけ出たんですけど、これとこのプッシュポンプの、これもね200円で、これも200円なので、どれもおすすめです。そう、これねずっと欲しかったんですよ。サーロイン出て、いいな、サーロインが一番欲しかったんですよ。今から季節生肉だと。そうなんですよ。でもねお肉はね私大好きなので、あの油がないなかったら食べれるので。でもね一番これがハムでベーコンなんだ、これが唯一のお肉です。耳にもつけられる、耳さすがに、さすがにつかないわ。あっか、無理だ。この間してたのはサーロインとハムだよね。サーロイン本当に欲しかったんだよな。でもさ、ヨーカルビもちょっと気になる。みんなサーロイン持ってんじゃん、いいな。博多城下のグッズとで、あれかな、こ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 れか写真のやつか。当選発表は5月25日の7時、あ、明日の夜7時か。うわ緊張。目撃者の声練習してるんですけど、本当に立ち位置が多すぎてもうちょっと緊張です。牛、豚、鶏、どれか好き、豚かな。博多城下のグッズ、福岡も明日届く、あ、明日ね、楽しみにしといてください。当選しますように、本当だ、みんな当選しますように。そう、なんかね一番難しいのはいびつな真珠、好きなんです、曲は好きなんだよ、好きだし振りも好きなんだけど立ち位置が多いので。アイムクライム好き、あ、確かに私も好き。ちょっとまた今度自主練をしたいと思います。
ど、ここでも難しそうだし、どっちも絶対難しい。美味しいな。もうなくなった。最近ユイナと会えてないんです。でもね、LINE はめっちゃしてますよ。もう毎日バリに。なんかリップみたいな。これなんて言うんだろう。クロちゃん唇唇唇ありがとうございます。リップもありがとうございます。ひろたんさん唇ありがとうございます。たけじさんハートとリンポスターありがとうございます。たかいでさんたくさんありがとうございます。福岡のずさんリップありがとうございます。ビーバーさんランプありがとうございます。クワッチョさんバラありがとうございます。こてっちゃんたたかいでさんハートありがとうございます。さとしさんリップありがとうございます。やすさん唇の箱みたいなさっきのありがとうございます。クロちゃん唇ありがとうございます。唇ありがとうございます。目撃者教えてくれたメンバー、教えてくれたメンバーっていうかチェックはないですね。目撃者とかはなんか最初の、 最初のアンダーデビュー、一番最初のパジャドラあるじゃないですか。でそれのチェックだけをしてもうあとはないです。はい、もう1回だけです、チェックあるのは。で教えてくれたメンバーは先輩方が目撃者のリハをしてる時に一緒に練習してました。なのでちょっと振りは入ってるけど、もう公演とかリハとかなんてなこさんの卒業とかあったので忘れかけなので、ちょっと振り返りみたいな。おーバイク。何歳のエハラハまで、だから12歳のエハラハ、何歳までいくかな。これが本みたいになるね。今夜からあ、ゆなゆなかな。CD 置くところに立てれそう、本みたいになります。目撃者の CD 買ってきたから予習してありがとうございます。どこのポジかも予想しておいてください。
そう、今日も目撃者があるので。でもさ、なんかできてもあれだよね、緊張してます。でも立ち位置忘れて迷子なんないように頑張ります。そう、私はね、もう教えられないで一人で練習をやってます。リハの動画があるので、それで立ち位置表を見ながら合わせて、ここは何番みたいな、踊って何番何番ここ何番みたいな感じです。はんちゃんが大人っぽすぎてあのね、今ね多分ポニーテールしてるからかな。学校はこれで行ってます。学校の勉強ついてん、ついていけてる、いけてます。でもなんか先生が分かんないとかあったらいつでも言ってねって言ってくれてるから、その先生が数学の担任の先生が数学担当なので、数学のなんか難しいとことかあったら聞けます、なんでも。ピクサーリング、なんと私ピクサーリングやりました。でもディズニーなので見せられないんですけど、私もうやりましたね。あと 3体かな、いないのは2体かな、かな。実はやっちゃったんだね。パリパリの麺が入ってたらめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいです。あれね、なんかあのベビースターみたいな感じなんですけど、あのめっちゃ本当に美味しいんですよ。なんかあのそのパリパリの麺の上にサラダを乗っけて、なんだっけ、サラダチキンっていうかささみのサラダチキンみたいなのを乗っけたりしてました。美味しかった、あれハマっちゃいました。まつげたまに、たまになってるかなこれ。何もね今やってない状態なんだけど、あ、こっちの方がいいか。でもまあなってるってことで、設定でショールームでうっかり踊っちゃうとは。え、そうそう、でもちょっと踊っちゃうとね、やっぱり楽しみがなくなっちゃうので、はい、まつげに、私ねまつげにいつもあの爪楊枝を乗せてますね。ガチャガチャリング何個増えた？何個増えてた？でもね、160は絶対いった。絶対突破してね、160はいってる。もう絶対に。絶対に。下手したら200いくんじゃない？と思って。まつげ長くてメガネ時々カサカサ当たる。確かにね、爪楊枝2本、爪楊枝何本だよ、2本3本ぐらい。弟もめっちゃ、弟ほんと長いんですよ。だからめっちゃ乗って羨ましい。でもね、弟あのビューラーしたら絶対伸び、あの4本はいけるんじゃないかなって思います。すごいね、そう絶対ね160はいったと思います。
にゃっこ行ったら記念開封、記念開封、あ記念にね、200個目のガチャガチャはこれでしたみたいな。弟の毛は、首の毛はねもうなくなっちゃいましたね。でも弟はね、あのそういうメイクとかね嫌がるんです。前はねめっちゃ私のドレスとか前は着てたんですよ。でこんなしてたんですけど、もう嫌がっちゃいますね今は。よいしょ。今日は5月の24日、鶴完成です。でで今日綺麗、ほら。はんちゃんから覚えてもらえるように頑張る、ありがとうございます。翔太さん、翔太さん、OK、覚えます、ありがとうございます。もう覚えてるかも。ぜひ公演とかも来てください。あとオンライン握手会も来てください。今22分か。赤誕生会のランドセル、はんちゃんからありがとうございます。これのね、前も言ったけど、このねサインと、これとこれとこれ、あ待って、これとこれとこれとこれが手書きなので、ちょっとねどんどん綺麗になっていく字みたいなどんどん私の字が綺麗になっていくので期待しといてください。ここのね字も変化すると思うんで、はい頑張ります。なので感謝してるか、この13歳になりましたとか、あ綺麗になっていくので、おそらく。ランドセルは自分のですね、ランドセルもね、あ自分の部屋にあるんだよね。でもいつも前に6年間ずっとカバー、ランドセルカバーをしてたので、めっちゃもうまだ綺麗で、サラの感じ、サラな状態です。そう、写真撮ったのはパパが撮りました。これはこれとこれはパパが撮りました。楽しみにして、楽しみにしていてください。昨日はキスの日だ。ええー、そう、なんで、なんでキスの日なんだろう。はっちゃんに早く顔と名前覚えてもらう。あいつもねゆいなからひろたんさんって聞いてるぜひ公演も来てください。とね、顔と名前を覚えられるように頑張ります。ありがとうございます。読者のパズドラメッセカもらったけど、メッセ、ああれね、これメッセージカード、ちょっと字綺麗になりたいんですけど難しいんですね。顔もどんどん綺麗になられて、もうありがとうございます。顔つきが最近シュッと、マジか、やった。あそう、これもね、あちょっと最悪、シワシワ、ごめんなさい、あのね洗濯機で洗っちゃったからこんなになっちゃったんですけど、これねママがね昨日夜中までしてくれたんですよ。これお前だけでも覚えてくれた、これなんて、
シエ、なんて読むかなこれ、英語、今日守備、え、今日パズドラ、え、うん、うん、目撃者で、あ、イブちゃん、あ、渋井ちゃんに見た、あ、イブキさんかびっくりした、渋井ちゃんの見間違いだ、みなちゃん、あれみなちゃんと思って、あー、いぶきさんか、そう、あれなんか何やったっけ、あれなのになと思って、あのマリアさんのアンダーデビューなのにと思って、自分で変わった名前覚えましたよ、もう。そうだ、はんちゃんのうちわとボード使いなきゃ、あ、待ってます、ありがとうございます。そう、なんかね、危ない、シエスタの花、シエスタね、シエスタの花さ、オッケー。ではそろそろランキングを読みたいと思います。ちょっと待って、ひらたんさん、ハートたくさんありがとうございます。はんちゃん見張り中と、ランニングマン唇ありがとうございますじゃあ10歳から読みます。10歳うごうごさんありがとうございます。12位こてっちゃんありがとうございます。11位しのぶさんありがとうございます。10位ホワイトポンドさんありがとうございます。9位ももじさん、ももじさんありがとうございます。8位みんなミックさんありがとうございます。7位大君、あ、変わっちゃった、もう一回読みます。10歳しのぶさんありがとうございます。12位こてっちゃんありがとうございます。11位ホワイトポンドさんありがとうございます。10位ももじさんありがとうございます。9位みんなミックさんありがとうございます。8位大君ありがとうございます。7位ヒロさんありがとうございます。10位ウゴゴさんありがとうございます。5位ランニングマンありがとうございます。4位福岡のゼロさんありがとうございます。3位福岡、待って、4位福岡のゼロさんありがとうございます。3位ひろたんさんありがとうございます。2位クロちゃんありがとうございます。そして1位はハンチャカちゃん、ヤスさんです。ありがとうございます。ヤスさんありがとうございます。そして皆さんありがとうございました。 HKT 超絶調子タン唇ありがとうございます。明日は朝配信の6時半からです。なので皆さんぜひ見てください。じゃあスクショしております。待って、鬼リングつけてさ、ちょっと待って、やばい、目撃者始まる、いい、あ、前座が始まったか、はや、おま、おまがー、よし、鬼リングつけて、せめて鬼リングはつけたい、そう、オッケー、はい、ありがとうございます。肉パー、じゃあ始まった目撃者、あ、違う、ミニスカート、はい、それでは終わります。あ、じゃあ明日朝配信来てください。アンダーデビューおめでとう、ありがとうございます。それではそろそろカウントして終わっていきたいと思います。今日も来てくれてありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバーイ。